今日開かれた定例市議会で、育児や介護などを理由に議会に参加できない議員が自宅からオンラインで参加できるようにする改正案が可決されました。オンラインで参加できるのは議決を取らない一般質問などで、議場に来られない理由を議長が認めると参加できます。一般質問で議員のオンライン参加が認められるのは道内の自治体で初めてです。異議ないものと認めます。この仕組みを活用して現職の議員さんたちが社会を変革する、その姿を見せていくことが次の世代の議員さんにつながっていくのかなというふうに思っております。